成可能。始めましょう。あんたぜ、俺の番だな。私の番です。分析を開始しました。しし、よしよ、さてか、行くぜ。ま、こんなもんかね。任せろ。今だわ。行くぞ。と、はい。分析を開始しました。行くぜ。私と。始めましょう。あんた、行くぜ。行くぞ。私の番です。分析を開始しました。よし、さあ先を急ぎましょう。始めましょう。行くぞ。まだまだいける。よし、ここだ。一気に行くぞ。私任せて。これが俺たちの力だ。ここはどうやらこの砦の城主の間みたいだけど。あ、あれは総員の礼拝堂の奥にあった紋章と同じ。これって例の教団の紋章よね。6年前の事件の資料にあったものとは少し違うけど、ヨアヒムの野郎が置いていったファイルの表紙とも少し違うな。確か翼がついてた気がするが。多分こちらは簡略化された教団の紋章なんでしょう。ひょっとしたら現在の紋章の原型になったものかもしれません。それがこの場にあるということは、教団のルーツは500年以上昔に遡る。しかもこのクロスベルが発祥の地かもしれないってことか。ああ、君たちが発見した総員の紋章もしかり、500年前の戦乱の時代、この地の有力者を取り込んで勢力を拡大したのかもしれない。なんてこと。いずれきちんと歴史を紐解く必要がありそうだな。気をつけてください。
出たか。影の国で現れた悪魔たちの仲間。やはりこの一帯が異界化しているのか。とにかくぶち倒すぞ。敵接近、狙い撃つわ。ほら、よし、みんな私の番ね。俺の番だな。行くぞ。さかなか。行きます。終了しました。これってどうやらこの先が真の意味でのロッジみたいだね。ああ、入ってみよう。ここは地の底に続く縦穴、なんて大きさなのかしら。これも数百年前に建造されたものなのか。ここからの目測だと深さ500ワージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ディオ、どうした？大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所、そうか。共和国の生誕にあったっていう教団のロッジのことだな。はい、多分この縦穴は煉獄に続く黄泉寺を見立てて建造されたんだと思います。
エイドスを否定する概念としての悪魔に近づき利用するため、そして彼らに供物を捧げる儀式を執り行うために。最低の連中ね。道理で神器臭い匂いがするわけだ。だったら俺たちの仕事は一つだけだ。俺たちの道を開いてくれた人たちのためにも、そして俺たちの帰りを待っているヒーヤのためにも、その神器臭い幻想を叩き壊して日の光の下に引きずり出してやる。もう誰も辛くて悲しい思いをしなくて済むように。ロイドさん、たく熱血野郎と言いたいところだが、まあ今回ばかりはそいつに一口乗らせてもらうぜ。私も乗った。敵は全てを影から操っていた得体の知れない雲のような存在。でも今の私たちならきっと届くことができるはずよ。はい、絶対に負けません。私たちも力を貸すわ。全力で君たちを支援する。よし、それじゃあ行こう。クロスベル警察特務支援課所属、ロイド・バニンクス以下4名。同じく遊撃士協会所属、エステル・ブライト以下2名。これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。よし、一気に行くぞ。あいま、任せろ。行くぞ。これが俺たちの力だ。
もらったぜ。よっしゃ、ほら私の番ね。行くぞ。これで雷神宮さあそこです。俺の番だ。私は俺の番。よかった。Yeah!
戦闘終了、先に進もう。この辺りは近代的な設備が入っているわね。そのヨアヒムって人が改築させたのかしら。多分そうだろう。グノーシスを完成させるための研究設備かもしれない。なるほど。病院にその設備がなかった以上は可能性は高いかもしれないね。誰か来ます。あんたたち、ここにも嫌がったか。あなたたち、おとなしく投降しなさい。いくら薬で強くなったって、この人数相手に。待ってください。様子が何か変です。てる暇はない。とにかくぶち倒すぞ。負けられない。俺の番だな。ほら、俺の番だな。みんな
できます。分析を開始しました。悪夢でも見てるみたい。デモナイズ、そんな現象があるのは聞いたことがあるけれど。気絶している。かなり衰弱してるけど命に別状はなさそうだな。よかった。おそらくこれもグノーシスの力かと。精神の変容が肉体まで影響したのかもしれません。おいおい、めちゃくちゃすぎんだろう。いくらろくでなしどもとはいえ、こんな目に遭わせるとは。その弱姫ってやつ、絶対に許せないわね。ああ、とりあえずこの一帯を調べてみよう。教団に関する情報が手に入るかもしれない。ええ、わかった。見かけるぞ。ここだ。数年前に財団が開発した情報処理システムですね。今となっては旧式ですが、当時は相当高価だったはずです。多分ミラはハルトマン議長が用意したんでしょうね。ああ、いずれそのあたりも徹底的に洗う必要がありそうだな。ティオ、
他に何かわかるか？はい。どうやらこの端末では各駅のロックの解除と情報の閲覧ができるようです。もっとも情報は一部しか残っていないようですが。十分だ、早速調べてみよう。これはヨアヒム先生が残したものか。教団についての概要が残されているみたいだけど、しかしところどころ読めなくなってるな。おそらく意図的に削除したのだと思います。データの復旧は難しいかもしれませんね。でもここで消されてるのって必要教会とかエイドスよね。エイドスの存在を否定するって公言してたみたいだし。ああ、間違いないだろうね。それ以外にも気になる単語が削除されているみたいだけど。
撃つわ。かなりの情報が削除されてるな。ええ、例の薬についての情報がまとめられているみたいだけど。でもここの研究施設を使って完成させたのは確かみたいだね。たった数年で量産段階までこぎつけたのか。このクレロマソーってのは何なのかしら。薬の原材料っぽいけど。クレロマソー、聞いたことのない名前だな。私も聞き覚えがありません。戻ったらデータベースで調べてみる必要がありそうですね。負けられない。任せろ。ガンダムオーバルドライバー、行くぜ。よし、よし、よりと任せろ。セッター、データ収集終了しました。もう大丈夫だ。
んだこりゃ、虫食いだらけじゃねえか。どうやら教団にとって最高機密にあたる情報みたいですね。この巫女っていうのはヒーヤちゃんのことなのよね。ええ、IBC ビルに現れたヨアヒム先生が彼女のことをそう呼んでたわ。正直妄想の類としか思えないような口ぶりでしたけど。いずれにせよこの情報は直接本人から聞くしかなさそうだな。これはまさか血の池。いや血の匂いじゃねえな。随分と怪しげな液体みてえだが、ひょっとしたら何かの排水かもしれません。ちょうどこの上の設備でグノーシスを大量に製造していたみたいですし。確かに色は違いますが、あの薬と似た匂いを感じます。毒性は強くなさそうですが、直接触れない方がいいかと。わかった、足元には気をつけた方が良さそうだな。そうよね、こんな量が血であるはずが。ここまで見た目が似てると精神的にはちょっと辛いけど、めげずに先に進むしかないわね。ああ。しかして行方不明になった。
あんたらは。ガンツさん、ご無事で何よりです。警察の兄ちゃんたち、助けに来てくれたのか。本当に私たち出られるの。それは。とにかく扉だけでも開いてしまいましょう。どうやらあれが扉の開閉装置みたいだね。向こう側にもあるからとっとと開いちゃいましょう。ああ、すぐには出られない。すみません、自分たちも敵の目を盗んでなんとか潜入している状態です。魔獣や操られたマフィアが辺りをうろうろしている。この遺跡もそうだが、町までの安全も保証できに。しばらくここで救援を待っていただく方がいいかと。そんなどうしてこんなことに。じきに混乱が収まれば警官隊も駆けつけると思います。どうかそれまでご辛抱を。遊撃士協会は全面的に事態の収拾に協力しています。みんなのことは絶対に助けるから、どうか安心して。分かった。私たちもできるだけの協力をさせてもらおう。
行くぞみんな。行きます。分析を開始しました。俺の番だな。これで決めてやる。ライジングサーン。俺の番だな。赤木さんの赤木大丈夫だ。とっとと終わらせるぞ。俺の番だな。危ない。
任せてくれ。よっしゃ。
験をしました。ここも牢屋か。
こちらは誰もいないみたいだけど。いいえ。誰かいるのか。マルコーニ会長。え、あのルバーチェの。お前たちどこかで見たようだ。お前らは特務支援課のガキども。何、シュバルツァー奥さんを台無しにした連中だと。別に台無しにするつもりはありませんでしたが。まあ自業自得ですね。へい、黙るがいい。お前たちのせいでわしは議長の機嫌を損ねて危ない橋を渡ることに。せめては貴様らのせいだ。ものすごい責任転嫁っぷりね。ヨアヒム氏と共謀していたわけではないと言い張るつもりですか。もちろんだとな。なしせ、まさかあんな恐ろしい薬だったとは。最初は潜在能力を高める薬という話だった。兵友への襲撃も成功してみんな競い合って服用したが、昨日の夜服用した連中の様子が全員おかしくなってしまって、それでこんなことに。それどころか化け物みたいになったやつも。エイドスよ、我らの罪をお許しください。なるほど、大方睨んだ通りですね。これで分かったろ。わしも被害者の一人なのだ。とっととここを開けて安全な場所に連れて帰って。ふざけるな。元凶は確かにヨアヒムだろう。だがあんたたちに責任がないと言わせるものか。市民たちに薬を流したのは他ならぬあんたたちだろうが。それはその狙いも分かっている。グノーシスに危険がないか市民を使ってテストしたんだろう。あわよくば販売ルートを確保して構想後には広めようとすらした。違うか。さすがにやりすぎだったかもな。今度ばかりはあなた方をかばう議員は現れないでしょう。ハルトマン議長に至ってはヨアヒム氏との関係についていくつもの疑惑が持たれています。もう後ろ盾はなくなったと覚悟した方がいいでしょうね。ま、それはともかく、ガルシアのおっさんはどうしたんだ。てっきり一緒に捕まってるものと思ったが。若頭は最後までヨアヒムに抵抗していた。だが化け物になった仲間たちに力ずくで抑え込まれて、その後は見かけていない。そうか。ちょっと心配ですね。確かに。ねえロイド君、この牢屋の扉どうするつもり？このままにしておいたらちょっと危険な気もするし、かといって扉を開けたら逃げられちゃうかもしれないし。ああ、正直難しい判断だと思う。僕たちは君の判断に従うよ。さすがに遊撃士が守るべき民間人とは言いにくいからね。やれやれ、甘いね。仕方ないわね。あくまで緊急措置だ。それに丸腰で脱出できるほどこの遺跡の魔獣は生優しくはない。おとなしく警察の救出を待った方が
身のためだと思いますよ。わしに指図はせるな。これで貴様らも用済みだ。ちょっとで行ってしまえ。行きましょう。なあ、先を急ごう。負けられない。おっしゃ。これで一安心です。